今からお目にかけまするは、高知は土佐の北原にわかにござります。お題目はもう一つの背尾丼。もう一つの背尾丼には何かいろいろ作り込みの段。普段は薩摩弁でしゃべりうけども、これじゃ意味は通じんと思う。わしは坂本龍馬と親交があって、土佐の言葉を習うちょった。今日はそれでやるけんね、よろしゅう頼みます。
あんな漬物石を連れ出して、二人が必死で石の前を入って、相手の石に当てたら、間を抜けて円の中心に止めた。一体どこが面白いの？などとよく聞かれたもんですよ。さっきの背骨は身代わりにかけとったからちょっとおかしかったが、わしは島津のお殿様、いや失礼します、鹿児島藩主のお殿様島津成明さんに気に入られておそばに仕えとった。そこで世界の広さを知り、交易を行うことによって国を飛ばすということをなろうた。ところがじゃ、当時は鎖国で外国と交易をしようと思ったら大ごとよ。ところが外国から黒船が押し寄せてきて、早く国を開くと迫ってくる。毎日毎日海を眺め、船は来んのか、なんぞ通らんのか言うて見る毎日よ。ところが広い水平線にポツッと見落ちたような黒いものが見えた。よう見よったらだん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 太ってきて、大きなアメリカの捕鯨船が目の前へ近寄ってきた。うわー助かった、言うてみなら声上げ、その船に救助をしてもらい、帰りの便にハワイで降ろしてもろうた4人が。じゃがわしはまだ若かったこともあったので、その船のホイットフィールド船長の養子となってアメリカへ移った。そこで暮らすに航海技術や造船技術を勉強したが、一番困ったのは言葉よよ。ちんぷんかんぷん、何を言うかさっぱりわからん、めっためったの暮らしちゃった。うん、今日はよう言葉を覚えてるね。ありがとう。まだ噛んでないぞ。地道な努力が実り、ついにオリンピック出場が決定しました。出るからにはまず一勝したい、そのチームの念願が叶い、一つずつ勝ち進むにつれて、そりゃひょっとしたらメダルの夢ではないね、そうだねと仲間が叫び、皆様の声援が波のうねりとなって私たちの背中へ押し寄せてきました。当時の日本は今でいう発展途上国だった。外国の国門にはなりとうない。西洋の文化はどんどん取り入れなきゃいかん。開国じゃ、倒幕じゃという大きなうねりが日本中に押し寄せてきた。そんな時だった。琉球の方に変わった男が流れ着いたと聞いたの。決死の覚悟で日本に上陸した。ところが上がった途端に、隣かよその惑星から来たエイリアンを見るみたいに、薩摩の藩士が拷問じゃ、そして鈴まり牢屋へ追い込まれた。ところが時を同じうして銅でペリーの黒船が日本へ襲来。日本の幕府、今で言うたら政府よの、それがアメリカの言葉を話せる者はおらんか、通訳ができんか言うて騒ぎまくり、誰もおるかの。ところが一人ここにおった。それを知った薩摩の藩士たちは、昨日までの扱いがガラッと変わって、丁寧に牢から出してもろうて、いきなり立身出世、直参旗本に出世よの。それで通訳をしてペリーとタイに渡り歩いた。その結果は言うたら皆さん知っての通り、歴史が物語らの。外国と
英語で話したのはまずわしが初めて思うが、これほど日本で英語が普及するなんていうことは夢にも思っちゃった。まあその草分けはわしだけに皆さん覚えてとてよ。エベスの皆さん、ちょっと聞いてください。このタイムスリップした時代を変えたタイの偉人、それと今私がここにいるけど、どうして私はこんな偉人になってるのかな。いや、それはないない。そうだね。ダメ押しみたいにここで言わないでよ。でも何か共通点があるはずよね。あるある。エベス市の皆さんはもうすでに分かっちゅうと思う。ジョン万次郎さんは世界を股にかけ、またさつきさんは冬季オリンピックを通じて世界と渡り合い、すでにすごい国際人へよ。わしはイギリスと鹿児島湾で戦争した後の交渉で、外国にこびらず対等の位置で外交を行って収めた。現在の日本を作ったのはこのわしも一つ加担して、そんなところが共通点だと私は思います。ところでまたのこと言うたら、足が短いけどのう、ほんまに大きな声で言えまあ180年前のことならわしもちょっと目利きが効いて先が見えたが、まあ、今となったら老眼が進んで目先が利かん。だがこれから先の若いもんが何をせないかんかいうことは分かるが、何をせないかんか見えん。今の時代やっぱり若いもんといや、さつきちゃん、なんざいう話じゃないかのう。私ですか。そうそう。そうですね。うん。21世紀を担う若者がこれからせないかんこと。それか。それはないこともないこと。ベリーグッドでベストなプランがあるかよ。ありますとも。おや。まっことあるかよ。あらいじゃ。まあそこまで言うがじゃったら証拠はなあの。証拠がなくて。にわかにはなりませんよ。これは証拠はほらこれよ。こりゃこれどう見てもエクアホールのトイレのブラシしか見えんが、これを持って若者が道を開いているという何か確かな証拠とは。そうそう、そう、これさっきそこの女子トイレに入って借りてきたブラシ。そうですやろ。ない、ね、ちょっと見方を変えてシャンセおなんと、これはれっきとしたカーリングのブラシなのよ。そうかい。ストーンは一人一人が集まった家族と思ってください。その家族が集まって地域ができ、その進路を吐き清め、災いをストーンで弾き飛ばし、仲間を信じ、絆の輪が広がってこそ、素晴らしい江別市になるべあろうがどうが。